歌ってたかな。であと HKT さんとかも歌ったりしたんですけど、まあ、48グループさんだったりもなんですけど、あの間で挟むものがあって、間でなんかカープの歌を挟みました。したらもう笑われた。そう、始まったね、始まったよ。三振、泣いた、マジ泣いた。どうしたやろうな、カープ。そう、ひとみももクロさんめっちゃ歌ったな。幕張ジャーク行けたら行きました。ケンイチ待ってる、本当に。そう、最後ファイナルスコールを2人で、キュートさん、あほとんど結構キュートさん歌ったんですけど、ファイナルスコールを最後ひとみと歌った。そう、ひとみが載せてたやつは、そう基本ひとみが歌ったやつなんですけど、まあアンも一緒に2人で歌ったやつとかも入ってて、そう、そう、今日はちょっとね、急な、いつもより早い配信、珍しい。夢職人さん待ってます。ケンケンさんありがとうございます。ケンイチ会いたいよ。各駅停車さんこんばんは、こんばんは。大阪行くよって、ゆめとさん、そう、昨日は休湯の日、そうそう。山広さんバイト、違う、今日お腹いっぱいタピオカ飲めんかった、飲みたかった、飲もうと思ったけど、お店まで行ったんだけどやっぱやめたんだよね。充電ないの？ズッキーさん、タラちゃん定期公演待ってます。ウォーミングアップに浅野選手の名前が、フォワード、浅野選手映ってる映ってる映ってる、ふぅ音は今もうねオフにしてるの、消してるの、テレビの音は。30日はもう楽しみ。みのちゃん、今日、昨日お誕生日おめでとうございます。一日遅れちゃったけど誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ウォッチさん今日誕生日おめでとうございます。本日お誕生日おめでとうございます。おめでとう。サクサククッキーありがとう。ヤッホー、スタドリさん仕事お疲れ様。6月誕生日だ。大阪万博待ってる。青菜ためさん、今日は早いねってでしょ。ゆっちさんね、でもホームでもさ、ワンちゃん優勝するよね。優勝してくれるかな。結構最近ホームじゃなかったからな、優勝してもね。ゆいとさん、はじめましてありがとうございます。ありがとうございます。新衣装、生地が薄いでしょうか。薄くはないんじゃない、そんなに、わかんないけど、どうでしょう、どうでしょう。アンナの手がつりそうでございます。手持ちです。サッカーを見ています。現在話したくてやばいって。ケンイチ、万博どのイコラブ T シャツで行こうか迷う。じゃあ一番イコラブっぽいのにしよう。カラオケ中はね、何も食べてない。あらあら、握手会何話そうか迷うって。若さん、 iPad じゃない、今自分の携帯からやってる。福岡、福岡ありがとうございます。福岡ね、自学2回あるもんね。何時間カラオケしたと思いますか。私たちアンロス
そう、今日一日オフだったから一日中ひとみと一緒にいました。6時間はやばい。正解は、カラオケの正解は3時間でした。タラーン、私まだ出ていい時間じゃん。出ないけどね。出ないかい。声だけ。髪さ、それで乾かしたん？なんか疲れちゃった。ずっとドライヤーの音聞こえたのに全然疲れちゃった。全然乾いてないよ。長いくないし。長いから前髪だけ乾くけどいいかな。アンはさ、アンはさ、別に誰がおるとか何も言わんかったんよ、うん、でも瞳の声が聞こえた瞬間、みんなが瞳でも瞳コメントしかない。瞳どこここみたいな。ここ絶対出れない。瞳はアン、今アンのいつもの、アンの家に来たらいつも着るズボンを履いています。そう、 T シャツはね、まさかのね、ね、レッスン場にあるっていう。そう、アンナが、アンナのいつも瞳が着とるやつは今レッスン場に置いてあるため。そうなんです。いつもと違う T シャツを着ております。少し高めポニーテールですか？いいえ、だいぶ低め、おろしです。低めも何もないでしょ。髪だけおろしてんだから。いい匂い。よかったね。あれ使った。なんか適当に置いてあったやつ。何でもいい。めっちゃ買うね、あれ。すっごい匂いする。どれ使ったん？ジュレームのなんかトリートメント。こういうやつ？なんかスプレーのやつ。スプレー？うん、なんかミスト。めっちゃいい匂いする。私は今いい匂いがします。いや、全然伝わんないし。マジで。あ、いい匂いする。でしょ？匂いする。よくない？めっちゃいい匂いする。やばすぎ。プレゼント解禁ね、まだないね。どんな匂い？え、なんだろう、普通にいい匂い。普通にクン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 だって。ああ、夢の国行かなかったんだね。だって今日、夢の国そんな計画なかったね、うん、今うちらは USJ に行きたいから。またかーいってね。メイビームさん、そうきゃ、今日誕生日おめでとうございます。2人目今日お誕生日おめでとうございます。おめでとう。愛をプレゼントありがとう。フットサルゆいとさん。ねえ。ゆいちゃんと誕生日一緒なの。絶叫好きですよ、私たちは。全然乗れます。本当にやってますか？はい、私絶叫は行けます。そうでしたか。笑い方。ユニバほんまに行きたい。広島行くよ。秋山さんありがとう。あ、そうよね、瞳も広島行く、ね、はい、広島です。はい、広島です。花と伊織とサナとアンと瞳、だいぶね、だいぶ元 ね、元気っすわ。笑い方。ラジオ、たけさん。全然サッカー見れな、見るつもりだったな。松山選手からの攻撃です。松山選手、私の好きな選手ね。今日もさ、カープの歌歌ったよね、うん、しかもなんか私に一緒に歌えみたいな誘導してた。なんか肩組まれて、なんかマイク持てってなんか指示されたよね。でも私は拒否った。なんか一緒に歌ってくれんかったな。カープってさ、もうさ、もう一瞬で覚えれるやんか。でさ、アンがよくさ、楽屋でもたまに歌っとるけんさ、もう瞳もさ、そのサビぐらい知っとるわけやさ、一緒に歌おうって言ってさ、あのね、マイクをね、持てって言ってね、肩をアンがこうやってくってね、カープカープってやったんだ。すごく嫌だった。なんでそういうこと言うの？なんでそういうこと言うの？もう知らない。もう知らないから。カープの楽しさは本当にも。広島行ったらカープだらけよ。カープ広島。覚えとるやん。まあ私は東京なんでね。うん、私厄介で、厄介って言われる。唐揚げ採点してないわ。あ、してないね。ね、ずーっと歌いまくりだった。まあ採点なんて時間の無駄かもね。まあね、うん、だって途中であんたまに切るし、うん、人も映せないんだ、ごめんね。コメント見てんだ。
こんなん映したらすごいことになっちゃう。コメント見てんの？うん、見てるコメント。スーパー行ったらめっちゃ曲流れてるから。カープの？カープって？なんかさ、あのね、広島県民の皆さんに聞きしたいんだけど、うん、なんか飲み物とかゼリーとかでなんかおすすめのお土産があったら教えてほしいなって思う。だってゼリーとか飲み物、やっぱ瀬戸内レモン系だよね。レモン、レモンね。とあとなんだっけ、あとなんだっけな、なんだっけな、なんだっけな。広島県民、スーパーの店員は基本カープユーに。え、そうなの？そんなことありえる？え、もみじゼリーって何？もみじゼリー、え、サイダーいいね。あー、サイダーね。レモン、でもレモンサイダーよね。カープの発作だ、そうだ、発作だ、そうだ、発作だ。あ、それはいいね。広島レモンのイカ店ね、あん買って帰るよな。決めた。ひとみはちょっと今映さない。私今映ったら相当やばくない？別にそこまでやばくないよ。やばいよ。けどなんか微妙に髪濡れてる感受ける。うん、なんかもう乾かすのね、めんどくさいから。乾かしてくださいな。いいな、もう。でもここも乾いてんじゃん。そこはね、うん、ここだけ乾いてる、ね、いや、ドライヤーしだしたけさ、乾かすんじゃって思ったらさ、微妙にさ濡れて帰ってきたけさ、びっくりした。あ、アン、アンナだよ私。アンナだよ。アバター？アバター。イエーイ。イエーイ。エモいだって。エモエモのエモ。待って、タワー来た。ヤマさん、ありがとうございます。ヤマさん。ありがとう、ヤマさん。ヤマ。ありがとうございます。ちょっと後で書きます。持ってきてよ。持ってきて。いい。八作大福ね、確かに。だ、大福とかいいんじゃない？そろそろ手が疲れてそう。正解。アバターメンバー、いや全員は絶対持ってない気がする。でも瞳とかノンノとかハナとかは持ってるって言ってたよね。分かんなかった。うん、合ってるよ。ありがとう。違った。合ってるよって言ったけど全然違った。頑張って。今ひとみが取りに行ってくれてる。もう28にもなるんだね。うん、ありがとう、本当にありがとう。じゃあ持ってってあげる。持ってて。これ動かさないからね。大丈夫、今私映ってたりしない？大丈夫。ちょっと待ってね。ヤマさん、ありがとうございます。オッケー、ありがとうございます。ヤマさん、腕相撲いいよ、後でやっとくね、ひとみと配信せずに。なんか最近ね、私ライブ前のおばあちゃんの時に、あのショウコとノンノと腕相撲してるの、うん、最近の流行りなんだけど。ここ来て。なんで？いいよ、顔映さなくていいから。マジで負ける。え、アンといつもさ、ひとみ2人がいつもね決着つかうのよね。いきます、レディーゴー。え、待って、嘘でしょ。もううちらいつも決着つかんのよね。マジで強くない？強くなったね。いつも決着つかん。なんで？ひとみとはほんまになんか、だけど本当はね、アンが最弱王じゃない気がするんだよね。ひとみな気がするんだよね。あのサナに負けてなんかアンがさ腕相撲最弱王みたいになったけどさ。ゆらちゃんがいる。うん、あかり、うん、嘘、やほ、あんちゃんって。嘘、もうアンなの。アンナのアバター、あ、そうそう、 LINE 来た、アンナのアバターにしたって。イエーイ。まだだ。今日ね、あれ食べた、なんだっけ、チーズのやつ。アンナが食べてました。アリランドホットドッグ。アンナが食べてるのは私はね、有意義に見てたんですけれども、んなんか可愛かった。アンナ、これな、なんだっけ、ん、地球上の食べ物の中で一番好きやねん。そんなんやねんとか言ってない、やねんとか言ってない、恥ずかしいけやめた。私に教えてきてくれた。でもほんまに最近アン一番好きな食べ物が、まあ、お好み焼きはまあ好きなんですけど。おい。好きなんですけど、なんかそのチーズのドッグ、なんか砂糖とかつけて
あのケチャップとかつけるやつなんじゃけど、それがほんまに好きすぎて YouTube でもずっと見よって、でもずっと食べた、え、もういろんな人の最近めっちゃあるもんね。うん、だけどずっと食べよってほんまに好きなんよ。レインボーじゃなくてね、普通のやつで、もう全然レインボーとか正直どうでもいい。でもアンナは砂糖がね、砂糖をつけたいの。でケチャップとマスタードは半分だけかけるの。洗いが準備中。洗いさんが準備中です。浅野選手はなんか最近さ、卵かけご飯にさ、なんかさ、焼くやつ TKGY みたいな、 焼くっていうことか。カープ負けてるよ。もうね、最近カープ5連敗泣いた泣いた。まあでもね、多分ホームで優勝するためにそうしとるんよね。そういうことよね。まあでもあとマジック今なんだっけ、9か10じゃろ。だいぶじゃない。うん、頑張れ、イエーイ、頑張れー。ね、TKG は美味しいんかね。いや、美味しくないよ嘘でも美味しいんじゃないって言っといてよもう優勝やって大丈夫よ。でも今9かマジック、まあ、うん、応援が足らんのかも。そうかも、最近見れてないけど、そうかも、あんのせいじゃ、なんちゃってね、そうそう、瞳のサーファンの方のさ、リップで刺しってさ、アンアイスっていう、アンズでもあれは、アンズアイスっていう、でも漢字がアンって書いてアイスって書くんですよ。うちらさ、もともとさ、アンは漢字でアイスはそうカタカナでやってて、そのアイスを見つけて、もうさっき2人で超テンション上がってて、さっきの私のツイートのリップに、そうそうそう、ファンの方からのリップに、マジでもう長野県だったら調べたやん、あの後テンション上がりすぎて、長野行こうってね。そうだけ、長野行きたいって言って、もうそれ食べたくない、めっちゃびっくりした。それはもううちら食べるしかない。でもあんた食べれるの？まあまあ食べれるっしょ。ほんとに？え、うん、絶対食べれるけど、けどさ、もうなんかな、どんな味でもいいけん、とりあえずなんか目に入れたい。すごいよね、口に入れたいか。そう、長野よし行こうってでも私長野はよく行くんだ。え、そうなの？うん、砂越しによく行く。あーね、今年も行きたい。あ、一塁二塁で新井選手、あ、新井選手、そういうことね、カープのね、新井選手ね。長野は赤岳があるよやめて昨日赤岳について結構語ったんだよね、ショールームで。そういえば、うん、イコラブ会かなんかの後にそのままネモースのスタッフさんが来て連れて行かれましたっていう話をした。そうだ、懐かしい。代打新井選手だって。違う、私も今忙しい、日本代表も応援しなきゃいけないし。登山好きじゃない。でも瞳はまだ別にいいっていう方だった。めっちゃ楽しかった、普通に。え、全然。え、あのあとさ、帰りの車さ、あれパーキングエリアさ、なんでそうやってさ、日本代表のさ、チャンネル変えようとするん普通に笑顔で帰んでくれん。何あ、ちゃんと戻してくれた。でも帰るんかーい。で、何あのさ、赤だけさ、終わった後にさ、うん、あのパーキングエリアでさ、うん、コンビニだけ寄ってもさっさと帰った組か、パーキングエリアでご飯食べた組。あ、あった。どっち組？私は帰った。帰った。帰ったんか。帰った組だし、帰った組。まずパーキングエリアで降りてない、まず車から降りてない。あ、車から降りてない。そもそもキアラとハナちゃんは降りてたけど、でなんか寄って、うん、でアナたちはさ食べてたじゃん、うん、だけどキアラとハナはなんか買って帰ってきたけど、私はまずそもそも降りてない。あ、降りてない、うん、らしいですよ、うん。そもそもね、そもそもね、ワンラ普通にパーキングエリアでご飯食べたけどね、普通のご飯食べ、もうね、普通のご飯が食べたかったの。カップラーメン食べてたから、昼にね。マンゴーとかね。マンゴー、マンゴーなんか食べたっけ。ドライマンゴーあったよね。あった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 。ドライフルーツとかカントリーマームとかね、うん、チョコ。お、1点返した、うえーい、おめでとう。声の主、ひとみです。へー、瞳とか飛び出すイメージ。私今日本当に久しぶりに外に出た。引きこもりの私が久しぶりに外に出た、うん、いいよったな。私オフとか少しでも休みやったら家に出ない。本当にずっと家にいるのに、今日はね、マジで何ヶ月ぶりかにオフに外に出た。オフに外に出たね。マジでびっくり。逆にすごくない、私が外に出るのって、うん、相当珍しいよ。一日中外出たな。雪でも降るぐらい珍しい。本当に今日一日中外行ったもんな、ね、びっくりした。
そう、私学校の課題の終わってないんだよね、全然。昨日ママに怒られちゃった。怒られたの？動画 YouTube ばっか見てたら、時間あるときにやりなさい。3ヶ月間違えてたの。え？私は提出日？そう、3月、卒業は3月じゃないですか。この子はアホですね。3月に提出期限だと思ってたら12月だった。やばだからピクって、あ、そういえば私さ12月にさ、あ、そういえば終わらせないと卒業できないんだと思って、すっごい間違えてて普通に焦ってる。だってさ、いつもさ人見てでもね、なんかギリギリにさ、お、そう溜め込むタイプだよね。って今入れたよね、手今見たよ、あの瞬間手入った、手入った、入った入った入った、手入った、イエーイ。誰？おめでとうございます。読み方が分かんない。南野さんかな、8番の方。ミッドフィルダー。ミッドフィルダー。イエーイ、ゴール、イエーイ。おお、え、すごい、すごい。サッカーとか一回もゴール入ったことないわ。そんなガチでやったことあんのか。なんか体育の授業でさ、中学の時、うん、やってたよね、あの小中やってた。絶対入んなかった、誰もゴールキーパーがいないのに入らない。ゴールキーパーって怖くない？ね、威圧感があるね。南野選手、南野選手、日本代表。スポーツってすごいわね。35万回イエーイ、ありがとうございます。もっと見てね、みんな。ありがとうございます。ゴールキーパー怖いよ。まやさん、ありがとうございます。本当に見てたのね。見てます、ついてますね。すんごい横でついてる、真横、うん、久しぶり。麻婆さん、いいよいいよ。腕つらい。あ、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 浅野選手、来た、おめでとう。好き。あー、もう広島のおる時。え、ドイツじゃん。違う、元サンフレッチェなの。なんだ、そういうことか。そう、で、すごすぎ、すごいんよ浅野選手は。もう広島の時大活躍で、うん、で、あの海外に行っちゃったけど、マジでいい選手で、めっちゃ優しくって、なんかもうね、心が素敵な方なの。そういうことかい、うん、だから違うよ、揚げもみじ広島駅なくなったっけ、メンバーに食べさせてあげることができないの。揚げまんじゅうなら食べたことあるよ。揚げまんじゅうダメ。え、絶対一緒だよ、うん、揚げもみじの方が美味しいんだって。違う、ね、絶対一緒。待って、私の食べたことある揚げまんじゅうがマジで美味しい。いや、揚げもみじは美味しいの。そうね、揚げまんじゅう、揚げまみじ、揚げま、マジったやないかい。揚げもみじはうまいからね。本当に美味しいから。え、本当に。チーズあるよ。小学生にね、一回ね、チーズとクリーム。あなたあんこ嫌いでしょ。チーズとクリームあるんだ。でも揚げまんじゅうのあんこは食べれる。なんだって？え、なんだって？なんだって ？iPad あるよ。けど iPad は重たいから。じゃあ私が持っててあげようか。大丈夫だよ。大丈夫なの？大変でしょ。うーん。揚げもみじはな、うまいんだぞ。お互い譲らない、譲らんよ、うちらな。なんかさ、うん、特産みたいなのがあるじゃん。特産物、うんうん、県ごとのね。こっちは別にないじゃん、東京、うん、まあ東京は東京だもんね、うん、本当に東京バナナ。東京バナナ別にさ、どこでも売ってるじゃん。東京バナナ買って帰ったことなんて一度もない。東京バナナマジで冷凍したら美味しいから。あ、そうな、うん、あ、でもさ、この前さ、差し入れでさ、絶品の時のチーズケーキあるじゃん。チーズケーキ何個買ったの知ってる？知らない。あれよ、おさるさんか。知らない。持って帰ってないの、うん、え、テンション上がってたじゃん、あれ好きだって。え、テンション上がってたよ、ひとみもらった時、うん、なんかスプーンですくって食べるチーズケーキのやつ。あー、持って帰ってない、あれもらってない、あれ食べなかったの。あれを冷凍したら美味しかった。なんで冷凍したの？え、なんかすごい美味しかったの。なんで冷凍したの？どうして冷凍したの？え、違う、なんかなんでチーズケーキ冷凍したの？違う、美味しいんだってほんまに。なんでどうして？え、気分。え、違う、冷凍したの、本当に聞いて、冷凍したの。
で、うん、したらなんかめっちゃカチンコチンじゃないの、カチカチじゃないの、全然固まらないんだ。うん、全然。美味しそう。だからすっごい冷たくって、でもなんかチーズケーキとかちょっとなんか硬くなってて、すっごい美味しかった。ないの？あるよ、食べていいよ。いいよ。なんでやねん、なんでやねん。今日はね、うん、あのね、スーパーでパキシエルを買ってきて、そうね、パキシエル、みんなに食べさせてあげよう作戦ね、うん、パキシエルね、美味しいから。パキシエル、瞳が一番おすすめだって言ってたアイス。でもなんかいろんなアイスがあってテンション上がったんだよね。あんなから攻めていくから、パキシエルをね今日は堪能する予定。本当にね、見たことないアイスばっかりだったね、うん、湧いた湧いた。え、ひとみん出れないやん。ひとみん出れない。ひとみんさ、お風呂上がりだよ。ひとみんもお風呂入ったのいいな、もうさ、お風呂入りたい、さっさと。なんかお風呂入ってさ、なんか何も考えなくていい時間になってさ、例えばなんかもう何もしなくていいってなってさ、もうお風呂も入ってあとは寝るだけって考えたらすごい幸せにならん、幸せっていう話。ひとみ、握手会でおすすめ聞いてもハーゲンダッツしか言わんもんって言われてる。え、だって本当にハーゲンダッツが一番好きなんだ。まあそりゃそうやな、うん、美味しいよな。なんか年中無休ハーゲンダッツ。なんでパキシエルって言わんの。え、パキシエルはなんかそういう部類じゃない。え、どういう部類。なんかもう殿堂入りしちゃってるから。え、もう分かんない、君のそれはもちろんパキシエルだけど、なんかもう神様みたいな存在なの。だからなんかもう当たり前、パキシエルはなんかおすすめとかそういうレベルじゃない。いやでもファンの方にとってはおすすめって言われてもさ。でも私はもうさ、常にパキシエルって言ってるじゃん。うん、だからなんかもう分かっててほしい。だってパキシエルはもう神の存在だから、みんなそういうこと。だってだからこの女はハーゲンダッツと答えるらしいんで、あーもう許してやってくれ。でも最近はなんか開発が進み、なんかセブンのアイスがすごいなって思う。食べてないけど。どういう口が言ってんだ。なんか見た目がすごいね。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツ何味が好き？クッキー&クリーム、抹茶、ストロベリー、バニラ、全部ちゃうかい。なんかスタンダードなやつじゃないな。キャラメルクラシックかな。キャラメルクラシック、あ、あれサンド。あ、サンドの方が好きなんだ。サンドの方こぼしちゃうからやだ。なんかボロボロなっちゃう。え、違う、そういう問題じゃない。誰がボロボロこぼすの。ボロボロこぼれるじゃん。こぼれない、こぼれないように作られてるから。でもちょっとこぼれちゃうじゃん、なんか食べづらいじゃん、赤ちゃんじゃん。とかなんか途中で置けないじゃん、口がちっちゃいんだよ多分。途中で置けないじゃん。だからアイスに不向きなんだよ。スプーンがいい、不向きです。泣いた。アンナは今日は、今日もさ、チーズドッグ食べるの大変だったよね、うん、砂糖まみれ、口に砂糖まみれにして食べた、うん、でもほんまに今世界で一番好きな食べ物かもしれない。たはははぱーぱぴぶぺぽボロボロとかいおりの俺を思い出したって。そう、今日タピオカね、お店まで行ったんだけど、お腹やっぱいっぱいだからやめるって言って飲まなかったんだよね。写真あんま撮ってない今日ね、全然撮ってない。これ、うん、これ見せていい？今いいよ、ちょっと待って、ここあれした。あ、でも見えちゃうから、こっち、うん、く、黒だと見えちゃう。あ、見えちゃう、そういうことか。こんな感じ、アンナとチーズドッグ。アンナとチーズドッグの絵。アンナとチーズドッグね、ショコリサタピカツしてたね。アンラーはチーズカツしたから。私はタッカルビカツ。私はね、チーズドッグ食べてないんだけど、でも食べればよかった。え、そうなの？うん、美味しかったでしょ、でも。うん、2回目でしょ今日食べたの。あん、あんの一口な。でもなんかずっと食べてたら気持ち悪くなる。私チェダーチーズが好きなんだよね。チェダーは買えばよかった。なんかモッツァレラチーズは味がしない。いや、モッツァレラの伸びる感じがすごいたまんなくいいぞ。伸びるだけじゃん、幸せじゃん。伸びてる、なんかチーズって感じみたいな。伸びてるだけじゃん、味がしないと意味ないじゃん。ごめんなさい。でもさ、砂糖にだから味があるんだよ、ケチャップとか。砂糖じゃそんな、どこでもいつでも食べれます。なんで。確かに。でしょ。じゃあ作って。いいよ。え、ってか作りたくない。そう、作りたいの。作ろうよ。でもね、油がめんどくさいの。油焼けばいいじゃん。わかんないの、なんか油の処理が。だからなんで、お家でフライパンに油ボーって入れるだけ。そう、でもその後の油の処理がわかんない。ボーって、あ、固めるテンプルで。知らないでしょ。
私家庭的だから知ってるんだあ、だからさ、なんかさ広島にいる時はちゃんとなんか油用の何、うん、こう移す替えるやつがあったんだけど、お家にはあるよね。そうそう、広島のお家にはあるけど、なんか東京ではなんか自分ではさなんか分かんないからさ、なんか買ってないから固まるよ。それででもさ、もったいないじゃん、1回だけしか使わないじゃん。何回かだから、だからさ揚げ物とかしないんだよ。なんかだから使おうよ、だから何か違うやつも。何が食べたい、ハットク以外に。ハットクが食べたい。てかハットクも一気に何本か作ればなくなると思うよ。でもさ、ハットクさ外で食べた方が美味しいもん。確かにね、っていうね。でてん、浅野選手、金ちゃん10クマありがとうございます。クマクマ、金ちゃん10クマ、瞳いるよ金ちゃん、やっほーありがとうございます。天クマありがとうございます。この間どこでやってたの。うん、この間、この間ってクリッソと花が来た時、ここ、ここ、うん、未知だね、うん、どこでもできる、うん、わっ足速っ、え、今めっちゃ足速くなかった。サッカー選手マジ速い、足速すぎん、足速い人すごいね。自分が遅いから。イコラブです。イコラブあんまりたさあそういうのしたことないよね、なんか体力のなんちゃらみたいな、うん、アンニャが女の子しとるってどういうこと。 What is love? どういうこと。イコラブ運動会したいね。ね、したい。待って、キンちゃんタワー10クマからのタワーありがとうございます。ひとみん出番だよ。あ、じゃあひとみん金ちゃんだからさ。何リップ入ってんの。え、すぐつけられるようにひとみん書いてよ、金ちゃんだから。ひとみんといるといつもより可愛いだって。ペンダント、は、いつも可愛くねえのとか嘘です、ありがとうございます。でもさ、今日ねひとみとねスーパー行ったのね。でね、アンがカゴいるって言ってね、カゴ、うん、じゃあ一応持とうって言ってアンが持ってたの。そしたらね、なんかひとみがね貸してって言ってね、カゴ持ってきたの。でね、なんかね急にね、したらひとみがね、うちらって姉妹に見えるかなとかって言ってきてね、アンがさ、え、見えるかな、それだったらどっちが姉かなって言ったら、いや、カゴ持ってるから絶対私でしょって言われたからさふんみたいな、カゴ持ってる方がお姉ちゃんだから。だってアン最初持ってたもん。でもなんか優しいひとみちゃんがさ持ってくれたんだけどさ、それってさなんか金ちゃんひとみが描いたよ。ありがとうございます。細いね。金ちゃんひとみが描いたよ。ありがとうございます。ありがとう。いやでもまあ今日はアンがちょっとピンクだったから。そうなんだよね。うん、なんかでもひとなんかプライベートでいるとなんかひとみとはなんだろう。なんかね、あんま自分がお姉ちゃん気分ないんよね。私がお姉ちゃん気分、なんかどっちかといったらひとみの方が多分お姉ちゃんか、まあ同い年ぐらいよね。アンがあんまお姉ちゃん感はないよね、そんな。ひとみとのプライベートではなんか全然そんな感じ。まあリサとかとった方がアンがお姉ちゃん感あるかな、多分。大人だな、私。多分。でもひとみといたらなんか同い年か自分のか下な多分。でもほぼ同い年感あるんだよね、なんでだろう3つも違うんだけどな。待ってね、タワー来てよって。ケンイチありがとうございます。人持ってて、はーい、ケンイチ、はい、マジでさスマホケースギランギランすぎる。君もね、今映ってるかな。うん、つってありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ケンイチもう顔がちょっとテカってきてやばいんですけど、じゃあオフしてあげましょうか。前髪もまあいいよも、まあ、見てアンなのね、すぐ出るリップがこれサンローランのリップなの、やばくない。ここにショールーム用の放置されて、放置されて、ちなみにこれはねピンクルージュボリュプテシャインナンバー59です。はい、そうです。アンナが色ないねって言われた瞬間にリップ、はい、すぐつけます言うてリップつけんね。
いつだっけ、この間3人でやってた時マジ色なさすぎたよ。隣にリサがいたから。違う、あの人いたらいつもそうなんだって。いやもうやばかったよ本当に。あれはチークとリップとさ、リサと隣にいるといつもそう。しかもその日はあんなもなかったから。てへてへべろビーボー、何がてへべろビーボーチークつけて。チークはでもたまに最近チークつけるようになったよな。じゃ今つける。うん、やだやだ。アイラブチー、アイラ、あ、リップの方が好きやから。抑えられる？ほらね、お姉ちゃんでしょこの人。開かない。おい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 。だって片手じゃもん。片手じゃもん。ここでもジャが出てくる。じゃ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 。プニプニ。アンナの話し方がだんだんリサに似てる。なんかそれたまに最近言われるんだよね。そう？感じる？別にいいよね。いつもなんなよ。いつもなんなよ。ってこれいいね。鼻は塗らないんだ。エチュードじゃん。そう、これめっちゃおすすめ、安いし。エチュードハウス。それ欲しいわ。オイルコントロールいいね。今日買えばよかったね。私はね、は東京出身。だいたい高いやつしか買わないから。ね、東京出身？はい。はい、そうです。東京都出身です。笑い方がみんなだらい。何だらいって。だるいってこと？やばいってこと？ねえ、まあそんぐらいな感じ。わかんないんだけど。ねえ、女の子って基本そうなんだと思うよ。でも私も一応おばあちゃんがおばあちゃんなので、あの方言があるんですよ。おばあちゃんがおばあちゃんなのでちょっと日本語おかしかったおばあちゃんがおばあちゃんな、当たり前やんな、そんなおばあちゃんやもんな待って、気づかなかった。めっちゃ素で言ってたもん。おばあちゃん、いやなんか私も、私はなんかおばあちゃんおばあちゃんなのでみたいなはみたいな。ね、違う、そういうことが言ってるんじゃなくて、おばあちゃんが地方だから、うん、地方なので方言があるんだよ。あ、どこ？新潟。新潟の方言。でも新潟の方言よくわかんないね。わかんないね、うん、でもなんかある。とりあえずママがおばあちゃんと話すときは、うん、すっごい方言が、そうなの。あ、でもさ、パパとかママとかと電話しとるときとかたまに言われる、友達とか。そう、そうかいね。そうかい、そうかいね、そうかいね。ケンイチ、リサ姫にもありがとう。ダライは面白い、だって。へー。9回表ワンアウト一塁のピンチ。やばいじゃん、ピンチ。でも一塁浅野選手、なんかこっち見た瞬間絶対浅野選手が映っとんだけど、これ、うん、違う、11番ねえねえ、喧嘩しおるよ、ちょっと。あ、やばい、これはカードが出るぞ。これはやばいよ、喧嘩は良くないよ。すごい、なんか同じ血を感じる、この赤い人意味わからん。どういう穴、勝手に向こうも感じられて困っちゃうよね、ほんと。同じ血を感じられる。いや、勝手に瞳と同じ血感じられても困ると思うわ、うん、ちょっと喧嘩はやめよ。喧嘩、ほらほら見て、この人も同じ血感じる。いや、だからさ、向こうからしたらさ、意味わかんないからアジア系の顔やっぱさ、仲良くだよね。やっぱさ、何事も仲良くしようよ、そうだよ、サッカーの。そうだよ、すぐ喧嘩する。でもね、その喧嘩してる選手をね、こう一生懸命止めに入ろうとして、その自分の同じチームの選手をまあまあまあっていう風に止める選手、すごい好きなんだよね。何一人で言ってんだろう本当に。でも喧嘩は良くないよね、やめよう。まあでも真剣にね、お互いやってるからこそなんだけどね。まあでも譲り合うってのも違うけど、まあいけないことはしちゃいけないよね。でも森保監督は本当にいい方だから、もう本当にすごいいい方で、いい方なんですよね。そう、アンもサンフレッチェの公式応援団やってる時も、なんかもうすごい上の方なのにすごく優しかった。まあスポーツはね、そういうとこ難しいけど。眠い、若さん眠らないで、まだ
ポーポーポー。まだこの子はカラオケ気分でございます。あのね、乃木坂さん歌ってないっていうリプがねあったんだけどね、うん、私的に乃木坂さんを歌うときは、うん、乃木からって言って乃木坂さんしか歌わないカラオケがいいの。ああね、それは絶対に地元の方のカラオケでパパと二人で行ったりよくしてて、それを乃木からと高松は呼んでいたわけよ、うん、だがそうじゃない今日は。今日はね盛り上がるんだうちは。今日はアンナもいたしハロプロさんとかも歌いたかったし、だから今日は違う、だから乃木坂さんそういう日もある、そう止まらなくなっちゃう、全部歌う。私は絶対乃木からの時は乃木坂さんだけしか歌いたくないの。今日は違う、いろんな曲を歌ったんです。そう今日はスターダストさんからハロプロさんからリトグリさんからね、マネキさんからね、いっぱい歌ったな。トゥワイスさんな、いっぱい歌ったな。いやファイナルスコール、そう最後に最後、なんかアンは一回自分で歌ってて一人で、だけど私も歌いたくなって最後締め、最後ファイナルということで締めで二人で歌った。TT 踊った、アンが隣でサビだけ TT でやってた。 TT What is love だけやってた。ずっとそこしかやってない。 What is love は全部韓国語でね。そうてか今ね、君はずらいあのマネキさんのさ本人映像だったよね。本人映像だった、期間限定。あとももクロさんはライブ映像ばっかりで超テンション上がる。そう、あ SKE さんの狼とプライドアンが歌った。歌ってたね。ナータンとキアラの真似してちょっと歌った。歌ってたね。そうイコラブは先に歌った、うん、声出しとしてね。そう声出し、一番最初僕らの制服クリスマスよね。なぜかね、イコールラブもなんとかして映像が出るよね。ね映像ね、ほんとそれ。何度目の青空か、好き好き好き。そう踊りながらたまに、いやクリスマスはあんま踊ってないな、ちょっとだけ踊ったけどっていう。竹内さんアイス、あ間違えた間違えた。竹内さんタワーありがとうございます。竹内さん、竹内さん、もう連携プレイです。もうアンがタワーを言った瞬間瞳が持ちに来てくれるっていうね。竹内さんありがとうございます。ありがたわ、ありがとうございます。竹内さん本日の髪はイエローです、ありがとう。いいね、カラオケ本人映像やっぱさ、燃えるよね。サラヘヨティアマボアイニジュテエム、まだないもんな。ララあ、そう、そのこと言おうよ。コールコール何ワンチューワンチューのサビでセイ、あれそっちやろ、1個うんるんらいえ、あ、そっちもか、うん、セイってアンラが言ったらみんなで一個オールラブイエイって一緒に言ってほしい。セイはセイも言ってくれてもいいんだけど、でもセイって言えって意味だから、そう私たちがセイって言って一個オールラブイエイっていうのがまあ一番正しいんじゃないかなっていうのを思ったんですよ。イコールラブイエイ言って、でサビもそう、あここじゃないか、違う、トゥ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 ヘイだっけ、あそうだ、オーベイビー見つめて Hey! いないで Hey! っていうその Hey を共に言ってほしい。そう、そこ2番は了解、もっとあなたに Hey! 染めてよ Hey! 街のっていうこと。あとサラヘヨティアモ、オンアイニジュテームをみんなで言ったら絶対楽しいと思う。サラヘヨティアモ、オンアイニジュテーム、みんなでもう愛してるをね連呼するみたいなね。絶対楽しい。あ、確かにいいかも。可愛い声なんだけどね、あそこの2人のね。この曲は本当に難しいと思う。めっちゃ難しいよね、うん、覚えるのにめっちゃ時間かかったもん。それな、なんかまた新しい系統の曲だったからね。難しい。ジュテームか、ジュテームです。サラヘヨティアモボアイニジュテーム、すごいよね、これをつなげようと思った指原さん。ティアモバンされるんでやめてもらっていいですか。それめっちゃ熱唱したよね、うん、ジュースジュースさんの、うん、大好き。キュンキュンはどうだろうね。キュンキュン
キャンキャン。セイ。まあでもキュンキュンは可愛い二人の声。可愛いけど。の感じで。まあやっぱセイイコールラブとさあなたにヘイじゃない？うん、そうだね。うん。多分そんな感じ。私はねミリニャのね二番のサビ前のイコールラブがめっちゃ好き。可愛いよな、うん。もうすっごい中毒性がある。めっちゃ耳に残る。イコールラブ。ミリニャって感じの声。ミリニャもあそこすごい頑張ってて。うん、で何テイクも重ねた上ですごいいいの。ああもうさすがもうこれが選ばれて正解だっていうもう。もう最高あれ最高っすか、うん、すっごい中毒性がある何回も聴きたくなる、うん、あれ好きよ瞳のポニーテールのこのこのうまい首かしげあれはね鏡の前で練習したの偉い、うん、ポニーテールって見えないじゃん、うん、だからしかもさ瞳はセンターポニーやけんさ難しいよね、そうだね見えづらいなポンポンアイスありがとう瞳がメンバーの前歩きながら歌うとこも好きです。あそこね、あそこ苦戦したらいっぱい頑張ったんだ。アンナは私のそこ好きじゃないんだよ。なんで？私じゃなくてマイカ先生が好き。あ、そう正解。くそ。受ける。面白い。あの前をマイカ先生が一人で歌踊ってるのが好きなんでしょ。そう。違う、もうあそこだけじゃない。すべてオールですから。オールですか何を言ってらっしゃるお姉さんオール好きなんですからまったくまあ早く ねももにゃん私はイヤホンで聴いてほしいねこの曲をこの曲が、ね、イヤホンで聴けるようになったらもうね皆さん絶対キュンするところがキュンキュンな右のイヤホンと左のイヤホンで一個ずつすると多分聞こえてくる声とか違うからなんかそういう楽しみ方もしてほしいもうねやばいマジでやばいよりのね、やばいところがね、イヤホンをすればわかるよ多分イヤホンしないとわからないと思うあ、そうなの？わかる人はいっぱいいると思うけど、でもイヤホンしたらマジでも倒れるやっぱイヤホンってさ、すごいなんか中毒性ある燃えるよね今度やってみますってもう YouTube の MV 内じゃなくて、もう配信されたら配信、そのちゃんと綺麗な音で聞いてほしい YouTube ってやっぱちょっと音違うのかないや、同じじゃない一緒うん、だからそう、気持ち的な問題だよあ、そういう問題ねうんCD としてそう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 、そういうこと CD さ、そうな、今回も3枚ってこと2枚3枚かな3枚3枚、いつも3枚かはい、A、B、C A、B、C つつつくつくつくつドゥドゥドゥ新曲とても好き、ミサさんミサさん、やったやったサッカー見とる見とるえ、待って3点になっとる知らんかった知らんかった見れてなかった勝った終わった終わったパチ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 終わった終わったの？うん勝った終わった終わったって感じでじゃあアナのショールームそろそろ終わろうかな終了試合終了とともにおめでとうございますみんなの笑顔がすがすがしくて私はとても素敵だと思います MV ねマジさ瞳さんほんまにさ MV 盛るよねマジで可愛い盛れないえ可愛い本当に盛らない盛らない盛らない、うん、可愛かった盛らないマジでなんで褒めてやるのいやそれ嘘にしか聞こえないえもう本当だもん絶対嘘ねえどうにかしてよみんなこの子本当に本当に映えるよね、本当映えない映えてるってでもやっぱ瞳はメイクさんのメイクが本当に映えるんですよね名前を出すんじゃない名前を出すんじゃない言っちゃった本当に私今度ね、ある人と遊ぶんだ誰秘密なんなん楽しみにしてて誰知ってる人なんか今がハッピーちゃんと言ってほしい誰誰誰誰ああ違うよなんか元可愛いプラス元々顔がめっちゃ綺麗な顔立ちしててまあ濃いから顔がでなんかメイクさんのメイクでもう余計美人になるんですよねそういえばさまださコールのところいっぱいあったよ何今がハッピーちゃんと言ってほしいああ I'm happy
but I want you, I want you. Is this okay? Hey, shall we begin? Hey, そう言ってもうーふーふーいっぱいあるやんみんな。チューチューミチューチュー、ヘイヘイ。ちょっと待って、誰このフォンナンバー？ Oh no, チューチューミチューチューミ、ねえ許すから。Don't leave me lonely, catch 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 you。言ったら絶対楽しいと思う。確かにめっちゃあるやんみんな、めっちゃ難しいけど、みんなコールいっぱいやらないと。私たちがちゃんと言ってるから、そうそう、それ聞いてレックしてるから。そうね、やったわ、やってるから、やったわ。ヘイヘイとか言ったもん、裏で聞いてると思うから。それをやったら絶対楽しいと思う。確かに。まず誰と遊ぶの？え、動画作るよ。じゃあ私たちが動画作る。いいよ、作ろう。ねえ、誰と遊ぶの言って。なんで、なんで言ったじゃんそこまで。誰、ね、ヒントは身近な人。身近な人っていうのは、あ、分かった、うん、当てる、うん、すごくない？一発で当てた、うん、すごくない？当てた、うん、え、すごくない、うん、いやー、分かっ、いや、知ってよ。分かってるくないやん、すごくない？うん、やばい、自分天才って感じで、そろそろ終わるわ。あ、青山選手、青山選手。じゃあ配信が止まった。一回ついた、ついた、ついた、びっくりした。なんで黒くなった？あ、終わった。あ、ついた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 。え、なんで？なんかもう最近おかしい。何もして、おかしいって、ほんまおかしい、ほんまおかしいって。青山選手復活って感じで、そろそろ終わります。13位、翔さん。12位、中、え、中茶さんになったん？中茶さん、あ、そう、この間ゆりに間違えられたんで。そうだ、ゆり、中茶さんっていつも呼び合った。 A イコールさん、11位。10位がまさあきさん。9位がいとこんさん。8位がせいた。7位がレグルスさん。6位がゆかりん。5位がたけしさん。4位がやまさん。3位がけんいち。2位がたけっちさん。1位がきんちゃんです。ありがとうございます。ランダムいきます。1人目、何人だ今日でも。 1,2,3 じゃあ7人。いぶき、じゃあ5人ずついいよ。のび、のび太郎さん。次3人目、コンティヌさん。4人目、加藤和馬さん。ラスト、ヘッドメルさんです。はい、ひとみ。はい、ユシロン、ユシロン、ユシロン、あやすけさん、あやすけ、あやすけさん、あやすけ、ぬ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 ぬさん、ぬぬさん。あと何？2人ぐらい、2、3人。じゅんすけさん、キムさん、キム、キム、キムさんと、あ、タラちゃんです。タラちゃんです。ありがとうございました。じゃあじゃんけんします。せーの、じゃけん、じゃんけん、じゃんけん、ほい、チョキ、ほいだった。バイバイ、バイバイ、さよなら、また明日ね、バイバイ。